続いてのお便りです。今回も 2D ドットっていいですよね。トレモでウニのドットを眺めながらすげえなぁといつも感心しています。ありがとうございます。自分は今から20年くらい前に KOF のラモンのドットを初めて見たと。おっと、ちょっとマイクがずれちゃった。ごめんなさい。KOF のラモンのドットを初めて見た際、あの複雑なルチャの動きを 2D ドットで再現するなんてすごい、と軽い衝撃を受けたのですが、アモネさんは今まで格ゲーで衝撃を受けたグラフィックや演出などはありますか？確かに。確かにね。そうなんだよ。ラモンとかは、出てきたときに、なんだこれって、結構な人が多分思ったと思うのよ。なんか違くない？違う？なんか違う？みたいな。多分グラフィックとかに興味がない人でも、ラモンが動いてるのを見たときに、なんか違うって多分思ったと思うのよ。なんか違うぞ、みたいな。まあ、みたいな感じで、分からん人的にも何か感じるものがあるぐらい、まあ、すごかったなとは思うんですが、そうだな、衝撃を受けたグラフィック演出ね。これね、ちょっとなんか言うとあれなんですが、これあれなんですけど、あれなんですよね。どうしようかな。自分ね、なんだろう、格ゲーをちゃんと仕事にするまで、モーションね、ちゃんと見てないんですよね。視覚、区形で見ちゃってるところはね、正直あるんですよ。多分ね、みんなそうだと思うんだよね。格ゲーを、グラフィック面で興味を持ったっていう世代の人、要するに格ゲーが一番グラフィックが優れていた時代、スト2とかねっていう時代から格ゲーに触れてきた人と、格ゲーっていうジャンルが面白そうだなっつって入ってきた人っていう層は、まあまあまあ別だと思うんですけど、これどっちかっていうと後者なのよ。で、まあっていうのもあって、まあもちろん全部覚えてないわけではないよ。もちろんそうなんだけど、結構ね、やっぱり、あいつのコパンって、パンチだった？キックだった？みたいな、それぐらいの、なんだろう、時があるんですよ。例えば、そうだな、ソルのジャンプ D の絵描いてみて、みたいな話。おわーっていう、まあ、ジャンディのね、まあ、どのソルでもいいけど、あれをね、正しく書ける人って、多分ね、なんだ、生粋の格ゲーマーだとちょっと怪しいんですよね。絵が書ける書けないとかじゃなくて。何で攻撃してんだっけあれみたいな。多分みんなよく分かってないと思うのよね。蹴ってんのかな？殴ってんのかな？なんだっけみたいな。そもそもどこで攻撃してんだっけみたいな。ってなるじゃん。っていうのがあって、まあ、意外とね、ちゃんと見れてない人がね、いらっしゃるなと、ありますと。まあ、剣の塚で殴ってるんですけど、まあ、ちょっとキックなのかなって思ってる人が実は多いんですね、技。まあ、で、一応その前提が、まあ、あるんですが、最初に俺が結構格ゲーマジですげえなって思ったゲームが、やっぱね、ヴァンパイアなんですよね。ヴァンパイアなんですよね、やっぱり。格ゲーで、まあ、衝撃を受けたし、演出が、まあ、飛び抜けてんなって思ったのは、まあ、ヴァンパイアですわ。さすがにね、未だにヴァンパイアになっちゃうんだよね、これは。もちろん、今のゲームの方がグラフィックは綺麗だし、なんだろう、すごい演出も凝ってるし、すごいなと思うんだけど、まあ、当時のね、自分の、衝撃としては、ヴァンパイアの何もかもですね。何もかもだとちょっとわけわかんないと思うんで、適当に話していきますけど、例えばさ、ダメージを受けるみたいな表現。まあ、格闘ゲームだったら、
お腹やられてグってやられるやつか、頭殴られてあわーってこうのけぞるかみたいなね、まあそういう感じの、まああくまで格闘技の範疇かなみたいな感じなんですけど、まあヴァンパイアはね、まあなんだろう、まあ体真っ二つになったりするし、電撃でめちゃくちゃビリビリになったりするし、骨が、まあ骨が見えるとかはまあ疎通でもあるけど、まあそのなんだろうね、振り切り方が凄まじいというか、アニメチックというか、まあ目ん玉飛び出ますね。まあゲロ吐くぐらいが関の山だった疎通に対して、まあまあまあすごい表現がオンパレードですね。で、なんかその、どのキャラでも、その演出が違うみたいな、つうのがあって、まあ初めて見たときに、なんじゃこれは、とは思いましたね、あのゲームは。なんで、まあやっぱそうなんだよね。まあ技とかも、まあかっこいいなって技多かったし、なんだろうね、まあ、なんか自分の手を切って血を飛ばすとかさ、意味わかんないじゃんみたいな。っていう、やっぱ、まあその、なんだ、最初に見た技だからとかそういうのももちろんあるとは思うんだけど、その、幼い頃というかね、昔見たやつだから衝撃があったっていうのもあるんだけど、さすがに、さすがにです。あ、ヴァンパイア出すのはずる。コトコみたいなもん。まあ確かに、そう言われるとそうだろうな。確かに。ヴァンパイアはずるだよって言われたら、確かに。そうかもしれん。そうかもしれんな。確かに、言ってはいけないジャンルだな。ヴァンパイアとサードは、禁止カードの可能性があるな。モーションあんま見てないで、知り合いがスレイヤーのパイルってさーって両手突き出してて、そう、そんなもんなんすよ、格ゲーは。そんなもんなんす、マジで。分かってないんすよ。分かってない。分かってないんす、マジで。まあ、そこを見るっていう部分が活かされるのが、まあ、どっちかっていうと 3D 格ゲーですよね。バーチャファイターとか。そっち系は、まあ、ちゃんとモーション見た方がいいよねってなるんだけど、3D 格ゲーができない。俺みたいな、その、生粋の 2D 格ゲーマー、モーション全然見ておりませんみたいな。座標とさ、その押されたボタンしか把握していない。これはね、悠々しき問題ですね。まあまあまあ。そうだな。禁止カードなしで、うお、すげえって思ったやつなんだろうな。まあ、ウォーザードかな。まあ、これもちょっと、あまりにも無難なんだけど、その、まあ、単純にグラフィックがすげえなって思ったのは、まあ、ウォーザードっすかね。まあ、ゲームはまあ、まあ、なんだろう、その対戦するゲームではなかったとかはあると思うんだけど、グラフィック面だけで見たら、おお、なんかすげえな、っていうのはあったな。そうですね。ムクロも良かったっすね。ちゃんとカプジャムにも出てたしね。キン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 って言いながらゲージを溜めながらバックジャンプする忍者でしたけど。そうだな。衝撃を受けたグラフィック演出。まあこれは衝撃ではなくて単純な好みなんですが、まあ自分はやっぱ格ゲーだとさ、あ、あの、ゼロスリーが結構好きなんですけど、ゼロスリーのその、技の演出じゃないんだけど、ゼルセのラウンドコールとかの演出はほんと好きだな。まあ、技で言うとなんだろうな。当てて、かっこいいなってなったの。まあ、例えばそうだな。まあ、そこまで古くないけど、KOF だけど、まあ、11のオズワルドとか結構衝撃はあったかな。まあ、そこそこ古くない。まあ、古いけど、11のオズワルドとか結構好きだよね、みんな。
あいつの技、モーション、全体的にみんな好きじゃない？タッチポーズの立ち呼吸ですらみんなモノマネしたでしょ。あれはね、なんだろう。あ、そんな感じでもいいんだみたいな。かっけえなって思いました。あれはね、ドット絵のオズワルドのあの動きね、マジでかっこいいんだよな。あと、あいつ強いしね。あいつ強いしね、マジで。強すぎるしね、マジで。まあ、イレブンは俺かなりにわかなんで、あれですけど。みんな入ってたもんな、オズワルドな。ああ、まあ、ジョジョっすね。そうですね。まあ、メルブラだと、そうですね、スフィアブレイクスライダーっつって、足からビーム出すのとかは、おぉ、かっけーってなったりはしましたが、まあ、自社のやつはとりあえず避けていく形にしますが、そうだなぁ。やって、演出、マジかっけーなみたいになったのなんだろうね。結構まあその地味な話になっちゃうんですけど、その、青色とか、まあ、イグゼクスぐらいの時、まあ、に限らないんですけど、アンジの、オン。あれ？ちょっと、オンで合ってる？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっとね、今日なんか疲れてる。合ってた、よかった。うん。あの、掴むやつ。あの、インのオンのやつね。いや、あれ、オンなんですよ。対空投げのやつ。あれね、俺、すごい好き。その、なんだろう。モーションがどうとかじゃないんですよね。気持ちいい、すごく。なんか、言ってしまうとなんか変な感じじゃん。なんか、なぜか上に、飛んでって、掴んで、ビビビビってやって、ポンって上に行くじゃん。なんか、まあ変な感じではあるんだけど、あれね、すごい脳裏に焼き付いてるんですよね、あの技。いや、あの、その後の質感は、あの、気持ちよかったかとか、そういうのではないんだけど、なんかね、残ってんすよね、頭の中に。多分だから俺の中で、あれはね、すごい衝撃が受けてるんだと思うんだよね。かっけえと思ったというか、まあ、アンジ結構好きだったんだよな。その、ハイジャンで技振るとさ、かなりかっ飛びながらそう、技出すじゃん。あれの挙動とかも結構好きだったな。その、性能がどうとかじゃなくてね。エース長いくせにループするから記憶に残った説。結構本質情報来たな。それはそう。それはそう。なんか、長いくせにまた拾われて、ダッシュコパから拾われて、コパキンエスオン。なんだこれみたいな。まあそういう意味ではね、確かにそうなんね。そうだな。まあなんかね、そのキャラクターのその動き、そのなんだろう、筋肉がどうとか足位置がどうとかじゃなくて、座標とか吹き飛ぶ方向とか、そういう意味のなんかその斬新さみたいなのが多分記憶に残りやすいタイプだと思う、俺は。だから、オンとか結構気に、なんだろう、記憶に残っとるね。
よいしょ。まあとりあえずそういうやつかな。うん、あとなんかあるかね。結構ね、その多分この話ってそのドッターチームとかに振ると相当面白い回答が返ってくる気がするよ。あのそういうのを見るのを本業にしてる方々だから、なんだろう、うん、多分一番面白い回答が返ってくるような気はしますね。よいしょ。まあとりあえずそういう感じで一つ、はい、お便りいただきありがとうございます。